心を高く上げて神様の御名を賛美いたしましょう。ご起立できる方はご起立ください。神の子羊は
様で口読文を読み返しましょう。人の子らよ、いつまで私の名誉を恥ずかしめにさらすのか。虚しさを愛し偽りを求めるのか。主の慈しみに生きる人を主は見分けて、呼び求める声を聞いてくださると知れ。おののいて罪を離れよ。欲をたわる時も自らの心と語り、そして沈黙に入れ。ふさわしい捧げ物を捧げて主により頼め。恵みを示すものがあろうかと多くの人は問います。主よ、私たちに御顔の光を向けてください。人々は麦とブドウを豊かに取り入れて喜びます。それにも勝る喜びを私の心にお与えください。平和のうちに身を横たえ私は眠ります。主よ、あなただけが確かに私をここに住まわせてくださるのです。おはようございます。リエコです。初夏のようですね。一生懸命祈ります。皆様に会いたいです。感謝のお祈りをします。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、あなたの豊かな愛に守られて4月の朝がきらめいています。私たち一人一人を愛し導いてくださりありがとうございます。ダビデは祈ります。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。私たちのこの人生は荒野、生きていくのは大変です。悩み、苦しみ、不安、この寂しさ。でも悩むからこそ解決し、苦しむからこそ発見します。不安の先に自分を知り、何かを覚悟することで確信することができるのです。無理だと決めつけたらそれで終わる。でも大丈夫なのです。だってあなたが導いてくださるから。私たちにしかできないこと、喜び、希望を抱きしめて立ち向かえることが必ず絶対にあるのだから。詩編にあります。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広やかな地へ導かれた。心を閉ざしたら束縛される。心を開けば自由ときらめきに浸れる。愛されているから愛することができるのです。不安と絶望に沈む時も私たちは一人ではありません。私たちを慰め、励まし、愛してくださるあなたがいつも共にいてくださいます。あなたは約束してくださいました。私は決してあなたを見捨てない。私たちが今ここに存在するのは、私はある、 I am that I am とおっしゃったあなたが命を吹き込んでくださったから。主よ、大いなる主よ、ありがとうございます。心配などないのです。世の中の風潮に怯え、周りの不安に煽られることもない。失敗も挫折も嘆きも恐れも悲しみも、あなたを、キリストイエスを身にまとえば乗り越えていける。空気が私たちを包んでいるように、天からの限りない恵みと憐れみは過去も現在も未来も常しえに私たちを包み続けてくれる。私たちの魂も体も生きるのも死ぬのも真実の救い主イエス様、あなたのもの。私たちの恐れと苦しみを取り去ってください。屈しない希望を、光を、喜びをください。導いてください。行く道を照らしてください。隠れた罪があったら許してください。体調を崩している方たちを癒してください。この恐ろしいバイルスが
このまま消えてなくなりますように。礼拝してくださるベッキー先生を聖霊で満たしてください。詩編にあります、苦しみにあったことは私にとって幸いでした、私はそれであなたの愛に出会いました。主はおっしゃいます、私の愛の中にとどまりなさい、あなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまる。私たちの心の傷を癒し、渇きを潤し、絶望を希望へと変えてくださる主よ、今さまざまな場所であなたに祈りを捧げる兄弟姉妹一人一人の心の祈りとともに、愛と慈しみと常しえの命をくださったイエス様、あなたのお名前のもとに切に祈ります。アーメン。主の祈りをします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。マタイ28章11節から15節。婦人たちが息つかないうちに数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えていった。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。この間はヨセフさんとニコデモさんがイエス様をお墓に置いてみんなお家に帰ったお話をしました。安息日土曜日に忙しい人がいるというお話もしましたね。その人たちはちょっと焦っていました。イエス様の復活を真面目に覚えていたからです。ユダヤ人のリーダーたちでした、弟子たちはみんな忘れていましたよね。で、その先生方、
真面目にイエスは危ないと思っていたというお話をしてしました。奇跡は連続して行う。最後はラザラを復活させてしまいました。復活して本当にこのイエスは王様になるかもしれない。もし盗まれてこの体がなくなったら復活したという噂が立つかもしれない。どっちもやばいです。きちっと墓は封印され、ガード、ローマ兵が番をしました。重い石を置いて動かすのは無理というとこでした。さて女性たちは次の日朝早くお墓に行けるように前の日から準備をして、日曜日の朝早くイエス様の体を油で塗ってあげるために行きました。イエス様のために準備をしているとき、復活するの不の字もない女性たちでした。ただ心配はあの石どうやって動かそうかなでしたね。答えもなく行ったときに墓石はもう転がされてあったんです。そしてお墓の中に天使が座っていました。よみがえったよ、イエスはよみがえったよと教えたんです。本当に主がいないんです。エルサレムはお墓騒動、大変な騒ぎになりました。女性たちは天使に言われて弟子たちに主の復活したというニュースを告げに行きます。でその時ですよ、お墓の番をしていた兵隊たちは祭司長たちに報告をしに行きました。イエスはいない、よみがえった、大きな地震がやってきて天使がやってきました。あのお墓の重い石をゴロンと動かしてね、その石の上に天使が座って、もう真っ白な黒丸で輝く体です。強いローマ兵の私たちも体が震えて動けなくなりました。あんまりにも怖くて怖くて。そしたら天使が、イエスはここにはおられない、前から言っていたようによみがえられたんですよと言ったよとか、本当にやばいことになった、大変なことになった。それからお墓騒動です。指導者たちはどうやってこの復活を隠そうかと考えました。で、あのローマの兵隊さんたちはですね、まあ、仕事に失敗したんです。天使に勝てなくて、まあ、それは理由にはなりません。遺体がなくなったんですよ、まあ、復活してしまいました。で、そう報告するとリーダーたちは、復活したな、思った通りこれは大変なことになってしまった、どうにかしてカバーアップしないといけない、イエス様を信じる人が増えるからそれはダメだ、可能性は大きいでしょ、もっともっと信じる人が増えてしまう。だから夜寝ている時に弟子たちがね、そーっと来て、盗んだと言いなさいと、お金を兵隊さんたちに渡して、そして口を合わせたんです。で、問題は仕事に失敗したローマ兵、首を切られるか、その心配はない、ちゃんと手を回しておくから心配ないよと説明したんです。それで兵隊さんたち、お金をもらって、そのように嘘をきちっと守ったんです。今もイエス様の体は弟子が盗んだと言われて、それを信じている人がいるそうです。兵隊さんと指導者たちは真実を知っています。なぜなら心配していた通り、イエスは復活したからカバーアップをしないといけなかったんですよね。で、私は思いました。なぜこのグループは復活の事態を知っていながらイエス様を信じることができなかったのであろうか。ここが本当に残念だなと思うとこなんです。イエス様が復活したという事実を知っているのに信じない人がいるんです。復活した
真実を知っていてもイエスだけは信じないという人がいるんです。神であろうともイエスだけは信じない。神の力を見て奇跡を目の前で見ても信じられるかという人がいるんです。素直になぜ受け入れることができないのか、それをね、今回初めて私考えてみたんです。なぜだろう。こんな素晴らしい奇跡を起こして知っていながら、復活をちゃんと真実を知りながらわざと隠そうとする、なぜだろうが、真実を知りながらでも拒否する、無視する、真実を他の理由で筋を曲げてしまうという態度を持つことができるんですね。こうなると真実を見て分かっていても受け入れないし、受け入れたくもない、心がね、固くなになるということです。この民は口先では私を敬うけど、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだからと、マタイの福音書でイエス様がユダヤ人のリーダーたちのことを言っていました。たくさんね、聖書を勉強して教えている先生なのに、なぜだろうか、こうも言ってます。イエス様が私に向かって、主よ主よというものがみんな天の御国、天国に入るのではありません。天におられる私の父の御心を行う人が入りますよと。その日に、まあ、天に入る日に大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をして、あなたの名によって悪霊を追い出して、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。こうなると、天の国に入るということは難しいとわかるんです。予言をしたり奇跡をする大先生でも入れないんです。さて、事態はお墓で騒ぎが大きくなりました。盗んだと言えば、どこに誰がと探す人が出てくるでしょう。真実を曲げるとは騒ぎが大きくなる要因です。でもイエス様もおとなしくしてないんですよ。イエス様ね、ちょろちょろいろんなとこに出始めるんですね。弟子たち一行の目の前に現れます。それも事前にアポなしでやってきます。まずイエス様はマリアたち、女性たちに現れました。マルコの16章です。天使が言いました。お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます、そう言いなさい。女性たちはそれで急いで知らせに走りました。その途中、イエス様に出会ったんです。女性たちはイエス様は復活したとお弟子たちに言いました。でもみんなイエス様が死んで3日目です。まだ悲しみで嘆いているとき、誰も信じないんです。まあ、ショックを受けてる間ですよね。そしてお弟子さん2人がエマオというところの道を歩いているときに、イエス様はひょいと現れました。ルカの24章です。2人とも11人の人と仲間に、ああイエス様を見たよ、本当によみがえったと伝えたんです。でも誰も信じようともしないんです。そして一生懸命話している最中、イエス様は急に真ん中にひょいーんと立たれたんです。11人の人と仲間は驚きました。
まあ恐れたんです。おお幽霊だと、幽霊を見ているのだと思ったとルカの24章に書いてあります。そうするとイエス様がなぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですかと言われたんです。驚きと恐れを持っていた弟子たち、そのうちちょっと変わります。嬉しさのあまりイエス様を見てよ、まだ信じられず不思議だと不思議がっていたんです。ああイエス様だ、嬉しい、でもまだちょっとね半信半疑で信じられないんです。イースターというのは嬉しい時です、不思議な時です。いろんなお祭りでイエス様が復活した、なんか信じられないけどでも嬉しい時です、不思議な時です。ここが信仰のスタートです。嬉しい、楽しい、でも不思議だよ、信じられないという時はグッドスタートです。イエス様の復活した主の技を信じるスタートポイントです。お墓騒動の時です。ラザロの復活をみんな覚えているんです。そりゃイエス様なら復活ぐらいできるよなとみんな納得してくる時です。この復活によって主はよみがえるよという約束を守ってくれました。救い主キリストのよみがえりは私たちもよみがえるという確信を与えてくれるんです。イエス様を信じる一人一人はよみがえります。私たち死んだ後、信じる人は栄光の体に変えられます。そして永遠に天国で生きるんです。その国の王様はイエス様です。神様の力によってよみがえったキリストを見るとき、霊的に死んでいる私たちに新しい命を与えてくれます。変えてくださるんです。そして成長もさせてくださいます。よみがえりのキリストによって教会は世界にイエス様を証しすることができます。イエス様はね、良い先生であった、良い教えを教えてくれたを広めるのではないんです。イエス様はよみがえった神の子です。ここに力があります。生きる力がなくなっている人をもう一度新しくする力です。十字架の死を見てみんなショックを受けていました。誰かが死ぬとですね、その後ストレスがすごい高くってですね、ひどい苦しみの後はトラウマというものがあるんですね。忘れられないんです。頭の中に苦しんで死んだイエス様の血がですね、涙が、十字架の上の体が忘れられないトラウマがあります。でもここによみがえった主を見たときに新しく力が与えられ変えられるんです。罪に悩む人がとっても多いこの世の中、もう争い喧嘩いざこざでうんざりしている人、この罪をどうにかしたいと思っている人を変えることができるんです。トラウマをなくすことができる力を与えるんです。祈って主が取り去ってくださいとおねれば取り去ってくれる力をくださるんです。さてペテロさんという人がいます。お弟子さんでちょっと有名な人ですね。ペテロさん、三度もイエスなんて知らないと言いました。あんな人知らないよと。親友イエスを、友であるイエス様を裏切った人です。この罪に悩む人、ペテロどうなったかって言ったらですね、3日後の朝ですよ、
ちゃんと彼はしっかりお墓にイエス様が復活したと聞いて確認に行ってるんです。11人の使徒の間で仲間の中にきちっといるんです。女性たちはですね、弟子とペテロにイエスがよみがえったということを言いなさいと天使に言われます。ペテロは大失敗をしました。あのひどい苦しみを見てトラウマもあります。でもよみがえりのイエス様に出会い、この失敗したペテロさん、大きな働きをイエス様から与えられるんです。失敗した人は素晴らしい。イエス様はね、失敗経験者を大事に使いたいらしいんです。だからイースターは面白く素晴らしく新しい力を、トラウマを持ってる人、失敗した人みんなに与えるスタートポイントなんです。お祈りいたします。天のお父様、十字架のその死は本当に私たちが見てショックでストレスを受け、ひどい苦しみがもうトラウマとして離れない時です。三日後にイエス様がよみがえった時に新しい力、喜びが与えられることを感謝いたします。まだ信じられない、でもなぜだか嬉しいというそのスタートポイントを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人にこの罪をどうにかしたい、このトラウマをどうにかしたい、ストレスをどうにかしたいと思っているならば、どうぞ取り去ってください。新しい力を、喜びを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立できる方はご起立ください。お祈りいたします。復活の新しい力を私たちに与えるイエス様の素晴らしい恵みと、神様の優しい愛と聖霊の親しい交わりが、どうぞ一人一人の上にありますように。アーメン。